かませじゃなかった、初期離脱組が聞いたら驚く。連載が開始された1997年から常に高い人気を誇る、ワンピースは、劇場版も多数制作され、ネットフリックスでドラマシリーズとして実写化されることでも注目されている作品です。2022年6月8日には、8月6日公開予定の新作映画、ワンピースフィルムレッドの新情報が多数発表され、大きな話題になっています。画像。嘘でしょ、まさかの事実がどんどん出てくる巻。丸、多くのファンから愛されている作品ですが、2022年4月発行の最新巻の巻数はなんと102巻。超大作がゆえに、初期段階で離脱してしまった人も多くいるかもしれません。もし、初期離脱組が聞いたらかなり驚くであろうとファンが考える、ワンピースの展開や真実を振り返ります。なお、最終章のスタートを前に、週刊少年ジャンプでの連載は、2022年6月27日発売後より1ヶ月間の休載が予定されています。7月25日の連載再開に向け、6月25日から7月31日の期間、ジャンププラス、セブラックにて原作コミックス1巻から92巻が無料公開されます。これを機に再び、ワンピースを読み始めようと考えている方は以降のネタバレにご注意ください。さて、ネット上で特に多くの声が上げられていたのは、サンジの出生の秘密についてです。サンジはもともと海上レストラン、バラティエの副料理長で、ルフィの海賊団、麦わらの一味の胃袋を預かる海のコックです。料理だけではなく戦闘でも活躍し、通称、黒足のサンジと呼ばれるほどその足技は強力。女性に弱いという弱点はあるものの、機転が利き一味のピンチもたびたび救う頼れる存在と言えます。そんなサンジですが、ジェルマ王国の国王である、ヴィンスモーク・ジャッジの息子であることが発覚。ネット上では、衝撃的、昔の自分にサンジは王子だったと伝えても信じない、といった反応が投稿されています。別の事実として、バギーの桜花七部会入りも注目の的になっています。バギーは、道化の異名を持つバギー海賊団の船長で、バラバラの実の能力者。ルフィと戦った結果バラバラになった状態で吹き飛ばされた後に再起を図り、桜花七部会入りを果たします。さらに、海賊派遣組織の総帥となった現在の異名は、占領道化。ネット上では、あのバギーが、あのピエロはただのかませ犬じゃなかったのか、と驚いている人が多いようです。